バグシャーマン、リズミカルな風切り音が空気を切り裂き、あなたを襲う。胸の中で肺が振動し、呼吸すらもできない。興奮のためか全身の毛が逆立つ。その先であなたは幼虫のうごめく音に混じり、何かを詠唱する声を聞く。同じく低い音が響く。石床から直接響くそれに、緊張が張り詰めていく。何かが近づいてくる。そしてそれは必ず止めねばならない何かだ。最終決戦的なあれでは？バグシャーマンってことはジェシカ・ワッツがいるのかな？リン・テレストリアンとか？こっちの扉なんでしょうね。調べられないけど。人間だったもののね、残骸がありますね。いよいよ、あ、いる！二人がおりますね。これ話しかけんの？おー、ジェシカ・ワッツ。ジェシカは激しい繊毛状態にあるか、発作を起こしているように見えた。その狂気に満ちた姿は、彼女が導こうとしている恐ろしいエネルギーによりもたらされているのか。白コリ、やめろ。クイーンが。近い。よりしろが、召喚を。我らは、もう止められぬ。よりしろなどない。そしてクイーンも止めてみせる。ジェシカの目が反転する。彼女が同期している魔法が何であれ、それは最高潮に達しているようだ。リンが続きを話す。お前は我々が選んだもの、マリー・ルイーズを奪うことはできたかもしれんが、別のテレストリアンが代わりを務める。この私だ。私はクイーンの宿主。同じ地球の母となるのだ。そっか。血縁あるのか。お前も見てきたはずだ、リン。クイーンはお前の体と魂を食い潰すぞ。ハーレクイーンは大げさに顔をしかめる。それと、数億匹のクソを生み出すわよね。うげ。いいえ。私は完璧な存在となる。私の犠牲を通し、新しい時代が始まるのだ。ジェシカが口を開く。その目は不穏な鋭さを持っている。彼女の言葉にリンの言葉が重なる。それはまるで二人が共有する狂った熱意を超えたつながりがあるようだった。巣は上以外の考えは持たず、賛成以外の目的は持たぬ。我らは一つだ。すまない、ジェシカ。終わらせてやる。ジェシカの体が突然痙攣し、大きくのけぞると、足から持ち上がる。そして、高揚感と苦痛の狭間にあるような叫び声を上げた。クイーンが、降臨する。今まさに、降臨の儀式を、行ってるな。行ってるぞ。これ何？どうすればいい？なんか、この、怪しげなものを壊せばいいですか？いやー、クイーンとか勘弁してほしいですね。とりあえずこれ、壊す。耐性！耐性ということは、これの出番ですか？近づこう。なんか BGM かっこいい。どっちにしろ耐性じゃん。どういうこと？ジェシカ・ワッツ狙うか？やっちまえ。なんかヒットポイント多くない？これ何なんだろうな。耐性持ってて物理攻撃もあれも効かない。なんでだろう。あいつは一体何をしてくる存在なんだろう。前出て、撃つ。外さないで。嘘でしょ？あれから力を得ているんだ。じゃあどうすればいいの？あれはどうやって壊せるの？怖い怖い怖い。この目の前に来なくても。あれから力を得てるっつったって、
いや、強。強いぞ。撃って。ナイス。これ。だってこれ。あ、ダメージ与えられる。は。なんだけど。今、この子、お休みになってますね。なんだかよくわからないけれど、攻撃。外すか？範囲魔法。あ、ここなら。どうじゃん。お、ああ、味方にまで。ごめんよ、おっちゃん。すまない、おっちゃん。あ、逃げてる。いてててて。当たってくれ。あと、2回。よし、ナイス。あ、で、また出た？なんか。当たって。ナイス。攻撃。え、耐性？耐性？さっきダメージ与えられましたよね。ジェシカと繋がってる時だけ、ダメージを与えられるとかなのかな？ヒットポイント多くない？ヒットポイント多くないですか？でもジェシカを狙った方がいいんだろうな。おっちゃんごめんね。うん。もう一回どう？おい。いいぞ。ファイヤー。素早。今度は右側に行くつもり。ああ、おっちゃん、また出てきたし、弾切れだし。いやー、どうしようかな。ジェシカ追った方が確実にいいんですけど。例えば虫から逃げつつ倒せそうな気もするけど、どっちがいいんだろうな。グレネードおかん。いまいち。またなんかしてる。おっちゃん、おっちゃんがダウン。ダウンか。まだ死んでない。死んだ。おっちゃん、じゃん、これ助けることできんの？ドクロマーク3ってなんだろう。なんかこの間に回復アイテムを使えば助けられるとか。あ、あ、復活できるっぽい。できるっぽいですね。これってどっちを攻撃する方がいいのかな。インセクトピラーって攻撃した方がいい？あ、インセクトピラーそんな強くないですね。はい。よし。これジェシカワッツダウンさせてるね。ダウンさせてる。どうしよう。虫とジェシカどっちをやるみたいになってる。虫一体だけでもちょっと攻撃が痛すぎるので、あとジェシカもう一発。うわ、いた。まとまっていない方がいいですね。攻撃外す。うわ、どんどん増えてくな。どうしよう、マジで。これもう全弾当たらないと無理じゃん。いや、もうジェシカやっちゃった方がいいか。ジェシカ頑張って当てて。あ、当たった。お前は全てを台無しにした。なんか逃げてった。儀式は止めましたね。真の姿の虫を全滅させる。マジで
私も全滅はさせたいんだけどさ。あれ、虫。攻撃。もう一発。うーむ。あ、いいぞいいぞ。外してる。この状態なら攻撃は痛くない。さて。照準線がブロックですって。当ててくれ、頼むから、頼むから当ててくれ。おい、いいぞいいぞ、あと一撃だ。ナイス、一体仕留めた。当てる、一回 OK。 もう一発、あと一回当たればよろしい。頼む、ナイス。もう出てこないと思っていいだろうか。また出てきたらやだよ。これでどうすんだろう。ジェシカはこっち行ったけど、多分この先に進むのかな。はい、全滅させた。カルマを手に入れた。で、あ、美しかったジェシカ・ワッツの体は抜け殻と化していた。肌は蒼白となり、唇は灰色だ。目は頭蓋骨にまで落ち込んでいる。別次元の魔力に同期することによる歪みや、これまで耐えてきた物理的ダメージは彼女の体の耐久力を超えていたのだ。今、彼女からは何かが欠けているように見えた。消えた。クイーンとの絆が。彼女は私を捨てた。追い出したのよ。もう私は何もない。どんな苦痛を感じていようと、お前が受けるべき罰に比べれば大したことはないはずだ。自分自身を抱き、抑えきれないように震える。苦悩と絶望の声がその胸から絞り出される。わかってる。私は地獄へ行くべき。もし私に人の魂が残ってるならね。私は人類を裏切った。あ、クイーンとの接続が切れたから、正気に戻ってるってこと？顔を伝う涙が突然の驚きに止まる。ああ、神様。他にも巣が、あらゆる主要都市に。私たちはなんてことをしてしまったの？サム。ごめんなさい、サム。え、もう散らばってんの？え、あ、なんか出てきたんですけど。ジェシカは嘆願するようにあなたを見る。お願い、シロコリ。私を食べさせないで。死は罰としてはあまりにあっけなさすぎる。お前はこれから償いをせねばならない。連れて行く。恥じるように神戸をうなだれる。わかっています。まあ、殺すことは後でもできますからね。とりあえず連れて帰る。ああ、これで終わったっぽいのか？シャドーラン。ユニバーサルブラザーフットの聖堂を出たあなたは、出口を取り囲むローンスターの照明に一瞬目がくらむ。夜の涼やかな空気の中、脳症と焦げた肉の匂いがあなたにまとわりついている。あなたはイージスを充填した銃を下ろす。それは速やかにテレストリアンの手下の一人に運ばれていった。ストリートに歩みを進めると、ゆっくりとローンスターの構える武器も下げられていく。それはマクラスキー刑事の命令によるものだった。あなたは彼にバックにいるジェームズ・テレストリアンがそばに立っているのを認めた。すべてが終わった。ジェシカ・ワッツの剣は片付け、サムの仇を撃った。死者との約束を果たしたのだ。今やるべきことは電話をかけ、すべてが終わったことを伝えることだろう。そうですね、お金。もうあんまお金とか関係なくなっちゃったけど。お金。はい、話します。賛成と。ハレクイーン。こうして儀式を粉砕した後、シロコリは2匹の虫に追い詰められたジェシカの待つ小部屋へと到達したわ。虫たちは彼女の成果に満足しなかったのでしょうね。彼女を食べようとしていたわ。
で？で、白子りは言ったわ。奴らに食わせはしない、ジェシカ。一緒に来い。お前は償う必要がある。とてもドラマチックだったわよ。それから、バグを蹴散らして、彼女を UCAS 連邦捜査局に引き渡したわ。ユニバーサルブラザーフットについて長い尋問が待っていると思う。巣は一掃され、あなたのいとこのリンは精神病院で監視されることになったわ。ジェームズは敬意を込めた目であなたを見つめる。素晴らしい。プロジェクトイージスの試験は成功したと信じるぞ、シロコリ。ハーブラックハウスは騎士団に対し、それらの実戦配備を進行している。当局は、この事件に対し多くの疑問を持っていることだろう。私はそれらの詳細に答える義務がある。ユニバーサルブラザーフットも非常に多くの制度を持っているし、即座に対応せねばなるまいな。あ、そっか、まだ散らばってるって言ってたから、倒さないといけないのか。私はどうなる？そうだ、それについて議論せねばあるまい。涙ぐましい努力と言うべきか、明らかな欠点があるにはあったが、君の働きは報酬を受け取るに値するものだった。私に何かお願いしたいことはないかね。ああ、セキュリティ部門の副社長の座。それかマクラスキーのバッジ。それか現金。マクラスキーはね、まあ確かにムカつきますよね。いやー、まあでも現金ですかね。現金が欲しいです。冷たく笑う。少なからずそう言うと思っていた。ミスター・クオス。適切なボーナスを我らが友人のクレドスティックへ振り込んでくれ。追加交渉が不要な額でね。私は我々の関係をこれ以上深めることに興味はない。かしこまりました。彼はあなたからクレドスティックを受け取ると PDA へ差し込む。あ、めっちゃお金くれた。君たち二人は最高の相棒のようだ。まあね、企業に勤めてもね、ってとこじゃないですか。あ、ドレスデンだ。その検視官はあなたを見つけると驚いた顔をしたが、すぐに喜びがあふれる。やあ、シロコリ、いつ会えるんだろうと思ってたよ。ここでお前と会っても驚いちゃいけないんだろうけど。やあ、ドレスデン、私のお気に入りの死体泥棒は調子はいかがかな。忙しいよ。しきりに眉を動かして喋る。トライビットを見たかい？あのエメラルドシティリッパーが炭の方ミッシュ郊外の精神病院で死体で見つかったんだ。どうやらそこの院長か何かに偽装していたらしい。おそらくは自警団か何かに殺されたんじゃないかって話だ。そして身を乗り出し、思わしげに囁く。実は何か知ってるんだろう？自警団だと？わお。わかるよ、笑える話だ。誰も奴が当然の報いを受けるに値しないなんてわからないしね。彼は顔をしかめる。おっと、二重否定になっちゃったか。そうだ、一つ大きな疑問が。デッドマンズスイッチはどうするの？リッパーが死んだ今、それをもらうの？まあ当然もらっておく。素晴らしい。君にはその資格がある。どうするんだ？サムが教えてくれたナンバーを保護回線からコールすればいいと聞いた。私のコミュリンクからは繋がらない。彼は顔を輝かせる。ローンスターの緊急対策チームが今ここに犯罪対策用の保護回線を設置してるよ。君も使えるように言っておくよ。ありがとう、ドレスデン。どういたしましてだ。気をつけてね、シロコリー。いいやつだな、相変わらず。ちょっと、まあ、回線で電話をかける前に話を聞いた方がいいでしょうね。コヨーテ。終わったようだな。サムを殺した奴は捕まった。やっと正義を果たせたんだ。予想よりもちょっと大変だったかな。ユニバーサルブラザーフットを振り返る。ちょっとだけな。コヨーテはにやりと笑う。初めての笑顔だ。さて、パコを捕まえるか。ユニオンに戻ってトライビットか何かを見て、そして長いシャワーも浴びる。その後は、ビジネスを学ぶんだ。いつかミセス・クボタの後を継げ。一瞬その目が輝く。いつかはな、残りの体全部が金属になった時は、だがそれは今日じゃない。今日は影を走る。手を汚して金を受け取る。またな、シロコリ。お前は大したやつだ。正直言って、
お前みたいなエルフには会ったことがないよ。ありがとう。ハーレクイーン。顔にペイントを施したそのエルフは、ユニバーサルブラザーフットの周囲で繰り広げられる光景をしかめっ面で眺めていた。いや、なかなか楽しかったですが、今日私が見たかったものはもう十分見ました。そろそろ帰ろうと思います。わかった。真面目な話、お前は何者なのだ？友達です。あなたが必要な間はね。その後は私はクソったれに変わります。よくわかんないな。またな、ハーレクイーン。ふむ。あ、マクラスキー。マクラスキーは何か重要なものを発見しようと、そして面倒な作業は避けようと目を動かしている。何を見てんだ、この野郎。どっちにしようかな。インテリジェンス4。靴紐がほどけてるぞ。殴り倒すために彼を騙す。マクラスキーがしゃがみ込もうとした瞬間、あなたは膝を彼の鼻に叩き込む。彼は気絶して倒れた。本当に倒れた。倒れましたね。あ、ジェイクだ。ジェイク・アーミテージ。あなたが近づくと、ジェイクは笑いながら頭を振った。正面まで来ると、その笑い声はさらに大きくなる。ユニバーサル・ブラザーフットに、警察のガサ入れが入るって聞いたぞ。お前の仕業だろ。彼女との件は終わったのか？ああ、捕まえた。お前ならそうだと思ってたよ。赤毛の頭をかきながら話す。ついに、白コリとデッドマンズ・スイッチも終わりか？なあ、ちょっと考えてたんだが、お前はシアトルにしばらく残るべきだぜ。ここじゃ俺たちみたいな奴らなら、簡単にトラブルの種を見つけられる。お前はまだその表面をかすめただけだ。確か、三つ浜がランのチームを探しているらしい。特に女が欲しいとよ。どういう理由かは知らんが。それに、クレーターレイクでも何か起こってるって噂だ。ティアがその地域を封鎖したらしい。飛行禁止地区になっちまった。そこ全体がだぞ。当然、俺たちの出番もあるだろう。手を出すならだが。それに、オークアンダーグラウンドも忘れるな。まだ見たことないだろ。俺はそこにいい仕事を紹介してくれる友達が大勢いるんだ。いろいろと怒ってるってことだ。どうだい？一緒に行かないかって言ってくれてるんですかね。乗った後で話を聞かせてくれ。よし、夕飯でも食いながら段取りを話そう。俺に会いたけりゃ、マッククラーケンにいる。シーフードを食いたくなってな。気楽に行こうぜ、相棒。ああ、いいですね。楽しそう。よし、じゃあ、調べますか。目の前にあるのはシンプルなキーパッドの電話だ。ここからサムの弁護士を呼び、デッドマンズスイッチ、つまり現金を得ることができる。弁護士を呼び出し、仕事を完了したことを伝える。あなたはサムの弁護士が数日前に教えてくれたナンバーを打ち込む。数日前か。いや、濃かったですからね。数日前か、まだ。やべえな。7回のコールの後、相手につながった。画面に映った弁護士は、数日前に見た人物とは、明らかに雰囲気が異なっている。背後の騒音からして、バーの中にいるらしい。あ？え？彼は目を細くして画面を覗き込み、そして、ゆっくりとあなたの顔を認識する。ああ、よう。お前か。白コリだろ？その、サムを殺した奴を捕まえたか？そうだ。サムを殺した犯人を捕まえた。それはすごいな。待ってくれ。サムの映像があるんだ。急に口ごもるとカメラが乱暴に揺れる。やがて安定すると、そこにはサムの姿があった。古き良き時代のサムだ。サムはいつもの調子だった。服装も背景も同じだ。最初の映像を見せた直後に撮影したに違いない。よう、相棒。いいぞ、よくやった。そう言って笑った。この番号にかけたってことは、お前は仕事を完了したってことだな。彼は目を閉じ、頭を振る。おめでとう、アミーゴ。お前ならやってくれると思っていた。お前は頼れる奴だった。少なくとも俺よりはな。やがて目を開け、話し始めた。そこにいつものふざけた調子はない。
俺はとにかく礼が言いたい。お前がしてくれたことにな。いろんな意味があるんだ。たとえお前が何をしてくれたか知らなくても、それでもいろんな意味がある。なぜなら、お前がやってくれたことだからだ。わかるか？お前なら正しくやってくれたって確信してるんだよ。そこで言葉を止めた。彼は上を向く。肩が小刻みに揺れている。お前は唯一の、たった一人、俺を助けようとしてくれたやつだった。初めてのな。妹を覗いてだけどな。あいつも助けようとしてくれた。何度もな。何度も何度も。だが俺は相手にしなかった。一度も受け入れなかった。今は後悔してるよ、本当に。妹のことを話したことあったっけな、相棒。俺たちは双子なんだ。双子だったっか。片方が死んだら双子じゃおかしいかな。まあどうでもいいか。彼はため息をつく。重く。ああ、聞いてくれ。もう一つお願いできないか。もし妹と話すことがあったら、ジェシカってんだが、彼女に悪かったと伝えてくれ。いいな。俺がしたことをな。そういえば、向こうもわかる。あいつはカトリックだから許してくれるはずだ。いや、許してもらわなきゃならない。そして、愛していると伝えてくれ。ゆっくりとこちらを向く。頭を振ると、いつもの笑みが戻る。とにかく、報酬を払わないとな。いろいろと言ったが、一つだけ嘘を言っちまった。俺は一文無しだ。何もねえ。まあ、お前ならわかるよな。すまない。だがな、付き合ってくれたことはありがたいと思ってるぜ。本気だ。感謝してる。え、お金、ないってこと？そうだ。もし気分を悪くしたら、俺の親族を当たってみてくれ。どっかに金持ちの家族がいるかもしれん。そいつらが多分ちょっとは払ってくれるはずだ。じゃあ気をつけてな、アミーゴ。地獄でまた会おう。え、これ、報酬全くないってことかな、俺。彼は手を伸ばし、カメラのスイッチを切る。画面が暗くなり、着信音も途切れる。しばらくの沈黙。そしてあなたは、誰かがジャケットを引っ張るのを感じた。ドレスデンだ。それで、彼はなんて？ありがとう、とだけだ。これで終わり。いや、最後までサムだったって感じですね。おお、でもこれで、エンディングっぽいね。エメラルドシティリッパー連続殺人事件の顛末は数週間の間放送され続けた。その身の毛もよだつような報道は、特に殺人犯がマーシー精神病院の代表を務めていたことに焦点が当てられた。まもなくポップシンガーのマリア・マーシャルは精神病患者を装って殺人犯を追う記者のトライビットスリラードクター・リッパーを主演した。シアトルニュースネットはユニバーサルブラザーフットの聖堂で起こった銃撃戦を報告した。目撃者は宗教的狂信者のギャングによる襲撃と主張。その目的は不明で、鎮圧前に全員自爆したと報道された。虫の精霊やジェームズ・テレストリアン3世、シャドーランナーに関する情報は一切表に出ることがなかった。1年後、シカゴ市はミシガン湖及びデスプレインリバーの一帯を隔離することを宣言する。公式にはシカゴ封鎖地帯は感染性ウイルスのアウトブレイクへの対策のため設置されたと発表され、虫の精霊の侵略に関する情報は限られたものだけに制限された。最終的にプロジェクトイージスの発展型であるパブス3がシカゴから虫の脅威を排除するため配備されることになる。そして、ワッツファミリーの名は、歴史の影に、ひっそりと抹消された。ああ、こういう結末になったんだ。いや、終わりましたね。なかなか。ジェシカ・ワッツも、虫のクイーンと、つながってしまったことが、原因だから、まあ、あんま一方的に悪いとも、ねえ、言い切れないのかな。まあ、でも虫の言葉に耳、虫の言葉に
耳を傾けてしまった、なんか弱さっていうのもあるんですかね。よくわかんないんですけど。いやでも寒な。寒。なんか意味ありげな言葉と感謝だけを残して金を全くよこさないとは何事だ。まあいいんだけどさ。無事にエンディングを見れたのでね。でもなんだろう、サムはやけにお前がしてくれたことは本当にすごいことなんだよみたいに言ってましたけど、妹について知ってたのかな。でもその割にもし妹に会ったら伝えといてくれみたいなこと言ってたし、何なんだろう、別に何も考えてなかったのかな。でもあんな小芝居まで打って私に俺を殺したやつをって言ったのは何かしら知ってたのかな。いや謎だな。はい、というわけでシャドウランリターンズ完結しました。うん、文章量が多くてなかなかちょっと読むのが大変でしたけど、日本語化のおかげでとても楽しく遊ぶことができました。ありがとうございました。メインクエストに直接は関係ないところの会話や読み物とかもなかなかこのサイバーパンクとファンタジーの融合した世界観を感じられてとても楽しかったですね。ちょっと古めのゲームなんですけれども、こういう雰囲気が好きな人にはね、まあ、たまらない感じのゲームだなって思いました。プレイしてみてよかった。ギフトでくださった方ありがとうございました。とても楽しく遊べました。はい、最後までご視聴くださった皆様誠にありがとうございます。それではまた次の動画またはライブ配信でお会いしましょう。バイバーイ。